はいどうも、レッツエンジョイ KD チャンネルです。今日の動画は前回ファンタジースプリングスのピーターパンのレストランルックアウトクックアウト、そして昨日か一昨日に動画投稿したアナと雪の女王のレストランアレンデールロイヤルバンケット、今回はファンタジースプリングス最後のレストラン塔の上のラプンツェルのスナグリーダックリングを詳しく紹介していきます。まだチャンネル登録しない方はぜひチャンネル登録と、チャンネル登録している方はそのまま最後までご視聴ください。はい、ということで次はラプンツェルのレストランで夕食食べていきます。いいよね、このフライパンを形にしたデザート。ちょっとね、割と実際にこう頼んでみたら思ったんだけど、サイズ大きいなって思った。もうちょっとね、作品見てきたかったですね。あとはマフィンでしょ。バーガーがたくさんあるんだけど、シュリンプのバーガーにしました。それではまずフライドシュリンプバーガーいただきます。中にさ、なんかソース入ってんのかな。オーロラソースっぽいのは入ってますね。紫キャベツ、なんか私のは紫か、私さ公式サイトの画像に載ってるようななんかソースが入ってないんですよ。タルタルなのか、下のソースのことになるのかな。それではいただきましょう。外側熱々、エビはプリプリですね。でも本当にエビの具材がたくさん入っていて、すごいなんかボリューム感じます。何より揚げたてだからすごいサクサク。自分が食べたのさ、ソースが少ないのか、あんまり味がしないね。このオーロラソースだと思うけど、それぐらい、これタルタルが入ってたのかな。もともと公式サイトの画像を見てたのか、思ったより量があってすごく美味しい。ということで食べ終わりました。おすすめ度星3点満点中星3点。全体的にシュリンプの味と、おそらくオーロラソースだと思うんですけど、普段食べているエビカツバーガーと、グッドタイムカフェのドナルドのエビカツバーガーともあんまり味変わらなかったかな。衣がサクサクで、エビはプリプリで、結構サイズが大きめですごく美味しかったです。とカップもね、このオリジナルのデザインだったり、ここだけ今ほとんどパークってポテトからサラダって選べないよね。前までポテトかサラダ選べたんだけど、サラダが選べました。サラダはレタス、コーン、ミニトマト、ブロッコリー、グリーンカール、パプリカが入ってるみたいです。次はラプンツェルのマジカルミルクティーいただきます。特に公式サイト書かれてないけど、このなんか上の部分がなんか紙っぽいのと、ここがミルクティーでなんかベリーっぽい気がしますよね。それではいただきます。ちょっと混ぜましょうか。こんな感じで変わりますね。いただきます。なんかベリーじゃないな、これなんだろう。結構爽やかな味、ライチのような、なんかトルティーライチみたいな感じの味がする。ベリーの顆粒も入ってるかな。飲んだ感想としてはエルダーフラワーシロップとかライチとか、結構なんか喉越しがいい感じがしますね。あんまりミルクティーな感じはしないかな。でもちょっとクリーム感はありますね。あ、曲がいいですね本当に。でもどことなくミルクティーの味がします。でもなんだろうな、これハイビスカスかライチのどっちかだと思う。これね、エルダーフラワーシロップかライチのような感じなんだよね。ライチかな、ライチゼリーなのかな、そんな感じする。クリーム感があるんだけど、元のドリンクがすごい本当に喉が潤う感じします。はい、というわけで飲み終わりました。おすすめ度3点満点中3点。結構ね、甘いかなって思ったけど、甘さもそこまでなくて、ちょっとね、また後ほど確認するんですけど、結構喉越しのいいフルーツ感があって、どことなくミルクティーの味もしてすごく美味しかったです。あとは見た目がラプンツェルらしいところもすごく良かったです。それでは次はセーバフターいただきます。これってさ、かぶりつけばいいのかな、どうなんだろう。でもなんかシュークリームの皮っぽい見た目ですね。またそれではいただきます。あ、中レモンクリームだ。レモンクリームで酸味がすごい効いてますね。なんか外側がシュークリームの、なんだろうな、生地を食べてる感じ。ここがね、ちょっと固めな、でシュークリームの生地って感じ。外側がちょっと固めで中がふわふわって感じですよね。はい、というわけでまだ残ってるんですけど、おすすめ度星3点満点中星
まあ悩むな、見た目もあるからな。 2.5 どうして3じゃないかっていうと、まあなんか見た目はねラプンツェルらしくて可愛いんだけど、結構最近の、まあ、ピーターパンのレストランを利用したっていうのもあるんだけど、シュークリームの生地を使ってるのがすごい多すぎて、あんまりこの食べ慣れた感じのメニューだなっていうのがしたのと、まあ、なんだろうな、味付け的には、ね、でもそこまで甘すぎずレモンの酸味が効いていたところと、まあ、ベリーもね酸味があるし、シュークリームの生地でちょっとねケーキを食べてるような感じもしました。ちょっとな、味はね全然悪くはないんだけど、なんか新鮮味がないように感じました、リピーター目線。まあ、ただあんまりパーク来ない方だったら、シュークリームの中にレモンクリームとストロベリーソースが入っているレモンソースとストロベリーの甘酸っぱいシュークリームっていう感じがすごい伝わるんじゃないのかなって感じます。そして最後ダックリングマフィンからいただきましょう。中の味が気になりますね。ちょっと真ん中開けましょうか。上が多分キャラメルクリームでしょうね。いただきます。あ、キャラメル、うまっ。キャラメルの甘い味が、歩き疲れた体にいいです。中にもちょっと茶色いキャラメル出てきた。結構前のキャラメル、上のキャラメルクリームとか中のキャラメルソースもたくさん入ってるから、マフィン自体もね量があってもこの組み合わせよく食べ進められる感じします。甘さ控えめではないな、一番甘いかも。こちらはどんな味なんだろう。上のクッキーいただきます。うん、しっとりめのクッキーですね。ホットの紅茶も美味しい。はい、ということで別日に撮影しております。こちらね5月24日にコカ・コーラのプレビューで来ています。そう、ありがたいことにねプレビューちょっとお誘いがありまして行けることになりました。もう16日スニーク行けただけでもありがたいんだけど、でねまあ今日はねまだ何も食べてないんで、バーガー単品に、あとねこれ美味しかったんでラプンツェルのドリンクにしました。これすごいうまかった。あとサラダですね。てかさ、トレイがさ、カルビーさん本当信頼できるというかあるんですよね、かわいい。てかラプンツェルはね映画ね見てきたんで、今度は、ね、映画の見直しもできたんで、よりね作品の世界観入れるんじゃないのかなって思います。それでは食レポしていきましょう。はい、というわけで開封しました。まず左がプラントベースバーガーになっていて、やっぱりねちょっとあんまり見た目がね私好きじゃないんだよな、ラプンツェルは。なんかトゥモローランドテラスとか、あとケープゴットクックオフみたいな感じですよね。右がダックリングドリームチーズバーガー、一応お肉が2つ入っててトマトと、あと紫キャベツとチーズが入ってます。でこの黄色は多分アヒルってことでしょうね。というわけでこれ2回目の撮影、今日はねビートパンの方行きました。これワールドで来てたやつですと、東京ディズニーは初めてかな。てか念願の青色のこのプレビュー嬉しい。緑色ではないんだけどね、4時間だけなんで、このチケットもすごい嬉しかったです。まあそれはいいや、とりあえずちょっと飲ませて。疲れた。それではまずドリームチーズバーガーからいただきましょう。すごいなんか分厚いですね、ほんとお顔ぐらいはね、お顔2個分まあまあそんな大きいバーガー食べれませんよね。それじゃあいただきましょう。とも言えないな、もう好みの問題かもしれない。私は正直言うとね、あんまり好みではないかもしれない。なんて言えのかな、やっぱりさ、まあ価格は価格だから仕方ない部分はあるんだけど、やっぱりね、ただちょっと本当にこのベーコンって言えのかな、ソーセージだね、大きめのちょっとハムっぽいソーセージの味が味付け的には強いね。ちょっとハンバーグまだいけてないんで食べましょう。もうちょっと3分どうしよう、本当に好みの問題だけど、私はあんまり好みではないな、これ。なんかね、トゥモローランドテラスとか、やっぱケーブコトクッコフの、まあ、コカ・コーラさんが提供してるところのハンバーガーのあの味が好きだったら好きかもしれない。ただね、ほんとずっとお肉の味しかしないんだよね。
なんか食べた時間が悪いのかな、朝食にしてはね、ちょっと重い。噛み応えはね、やっぱお肉だからあるけど、なんかもうちょっと一工夫してよかったんじゃないのかな。なんかただお肉が、あ、お肉の味しかしない。チーズもね、なんか言うほどその入ってるっちゃ入ってるんだけど、もう1枚くらい足してもいいと思うな。なんかチーズに全然たどり着かないし、チーズの味もなんかな、お肉の方が結局ね、お肉がたくさん乗ってるから、チーズの味よりもお肉が勝っちゃうっていうのが感じがする。で、紫キャベツもこれ味付けしてるのかな、あんまりなんかキャベツ、なんかキャベツの食感しかないって感じです。あ、これは、ちょっともう評価いっちゃいましょう。はい、ということで、まだ食べきってないですけど、ダックリングドリームチーズバーガーおすすめ度、こっち3点満点中、ごめんなさいね、星2点。やっぱりな、なんかね、まあ、これね、もう根本的な問題だから仕方ないんだけど、まあ、やっぱりね、ここのバーガーの味って感じ。もうなんか、トゥモローランドテラスとか、ケープゴトクッコブ。だからなんていうのかな、なんかね、質を重視する方はやっぱりアレンデールって欲しいのと、今のところ食べた段階だと、まだ、前頼んだあのシュリンプのバーガーの方が、個人的にはあの衣がサクサクだったりとか、もう全然シーフードだから違うんだけど、ね、味付けの好み的には私はね、シュリンプが一番良かったように感じる、今食べて。ただね、シュリンプと比べていいところとしては、やっぱりお肉がたくさん、やっぱりね、ソーセージだよね、多分これソーセージのような、ちょっとハムのような大きめのと、あとはハンバーグパティが入ってるから、やっぱりちょっとね、ボリュームの変動が感じます。まあ、ただそこをね、あとはもうサラダで補うかだけど、なんかね、あんまり味付けも変化がないというか、ただあのチーズの味というよりも、もうただお肉の味しかしなくて、ちょっとこれはもう味もね、飽きちゃうし、なんかもうこれね、またね、行ったらキリがないんだけど、あのダッフィー&フレンズのレストランでケープコットクックオーブのあのハンバーガーが嫌な方っているじゃないですか。まあ一定の方ですよ、全員ではなくて一部の方で、まあ、ダッフィーブランドなのにそのハンバーガーがこの味というか、なんかラプンツェルのレストランなのにこのバーガーっていうのがちょっとね、もったいないかな。なんかね、わかる。でもね、あの3つのレストランだと絶対食べやすいのは、あの買いやすい金額でお腹いっぱいなのはここなんだけど、ちょっとこのバーガーはなんかもうお肉食べたいとかお腹いっぱい食べたい方向け、もうすっごいこってりしてて、だからお肉とかが好きな方にはすごくいいんじゃないのかなって思いました。私はね、正直シュリンプの、前に食べたシュリンプの方が好みでした。ちなみにもう一つのバーガーこんな感じですね。中がちょっとなんかザワークラウトっぽいような感じもしますよね。なんだろう、これあれかな、中がよくハンバーガーに入ってる、名前ちょっと忘れしちゃったな、またテロップ追記しよう。それでは次はプラントベースバーガーいただきます。どう違うんですかね、これは。それではいただきましょう。なんかね、甘い味噌のようなソース、唐辛子ソースではないと思うな、これ。でもなんか食べてて思うのは、あのプラントベースだから、やっぱりね、ここのやっぱりその真ん中に入っている具材が全然ちょっと食感が違う。外側がね、なんかサクッてしていて、中がなんかシャキシャキ食感になってますね。なんか玉ねぎとかなのかな、すごいシャキシャキした食感。ただ、さっき食べたチーズバーガーとは全然また味が違う。でね、私は食べやすいのはどっちかというとこっちの方が食べやすく感じました。あれだから結構ボリュームがあったから、お肉食べたい人向けなのかな。自分の好みに合わなかった場合もね、もちろんあるんでね、食レポなんで。けど私はね、こっちの方が食べやすいな、プラントベースの方が。トマトもね、入って、まあどっちもトマトは入ってるんだけど、すごいね、トマトも入っててさっぱりはしてますね。プラントベースに関してはまた詳しくのテロップでここに記載しているので、こちらをご確認ください。はい、というわけでプラントベースのバーガー食べた感想としては、おすすめ度星3点満点中。まあ好みあるかな、でもこっちの方が楽しく感じたかな、 2.5。 まあちょっとね、事情があって、
まあお肉とかさ、卵とかミルクとかバターとかチーズが食べられない方とか、まあプラントベースのバーガーにはなっているんだけど、結構ねソースがどっちも違うように感じたんだけど一緒なのかな、こっちの方がたっぷり入ってたのか。で結構ね甘めのソースの、甘めの味噌のような感じ、オーロラソースではないと思う、甘めの味付けで、お肉とはまた違った軽々に食べられて、すごいサクサクとした、本当にねシャキシャキ食感でした。なんか、すごい軽々に食べられるバーガーのように感じました。あと1個ねラプンツェルのレストランバーガーがあるんですけど、あと1個のバーガーはチーズが乗ってるか乗ってないかぐらいだったと思う。多分これでまた味変わってたら申し訳ないんですけど、今3つバーガー食べた感想としてはダントツで、まあちょっとシーフードにはなるんですけど、シュリンプのバーガーは一番個人的には美味しかったです。まあ、あとはね、だからさっきも言ったけど、ね、ラプンツェルのレストランだから、なんかもうちょっとやっぱアレンデールみたいに質を上げてほしいけど、多分そこがさ、アレンデールはちょっと高め、ここはファミリー向けとか、多分価格設定がいろいろあると思うから、多分それに応じたメニューなんだけど、やっぱりね、質を重視する、私としてはやっぱりアレンデールがすごいおすすめで、まあ、あとはね、こういうドリンクとかさ、あと、今日は頼んでないけど、あのフライパンに乗ったデザートとか、ね、デザートだけ食べに来るとかで、もちろんね、バーガー食べに来てもいいし、デザートとか食べに来た時に、店内のね、レストランの装飾が、本当にラプンツェルのあの酒場な感じがね、すごいどこもインスピレーションが溢れているので、ぜひレストランの装飾もチェックしてみてください。すごいレストランも可愛いですね。あ、パスカルがいた。こことかもいいですね。ラプンツェルがいてすごく可愛い。ここもなんか酒場感がありますね。あ、イラスト良き。こんな感じでテラスもあります。はい、というわけで以上スナグリーダックリングを詳しく紹介させていただきました。これでピーターパン、アナ雪、ラプンツェル3つのレストラン紹介したんですけど、まあもう動画見てわかる通り金額は家族連れ、ラプンツェルのレストランはバーガーの金額もファミリー向けで買いやすい金額なんですけど、リーズナブルな分やっぱりロイヤルバンケットに比べたらボリュームもだし味の好みとかも変わってきたりはするんですけど、本当に食べててもうこれね私の味覚が合わなかったっていうのもあるんですけど、シュリンプのバーガー以外はもう本当に私はリピートしなくていいぐらい自分の口には合わなかったかな。だからラプンツェルのレストランを利用するときにはもう自分だったらですけど、シュリンプのバーガーか、まあ、あとはちょっと休憩したいなって思ったときにドリンクだけ飲むとか、あとキャラメルマフィンとか、ラプンツェルのあのフライパンのような容器に入ったデザートだけ食べてちょっと休憩するとか、もちろんねお昼や夕食向けにバーガーを食べることもできるし、デザートだけ楽しむとか、時間帯によって選択肢を増やしてもいいんじゃないのかなって感じました。これでファンタジースプリングスのレストランは3つ紹介したので、これからファンタジースプリングスに行く予定の方がどのご飯を食べたいか、まあ、金額もだし、まあ、自分のね味覚での味のことだったり、これから行く予定の方が参考になっていたらすごく嬉しいです。またファンタジースプリングスが開業したらパーク一周とか、まあ、アトラクション大満喫コースとかいろいろな動画を更新していきますので、今後の動画も楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。X、Instagram、TikTok、他にも SNS をやっております。YouTube 以外の SNS のフォローもよろしくお願いします。それでは、バイバイ。